山崎パン被害者の会、みんなの生活の一部山崎パン。しかし口コミサイトを見てみると評判の悪い商品も多いそうです。今回は噂の商品8品を食べてガチレビューしていきます。ぜひご参考に。さあ始めますか。まずこちらコッペパン焼きそば&マヨネーズ。あ、うまい。断面を見ると2割しか焼きそばじゃないですね。しかしその代わりマヨネーズと濃いソースの味でしっかり味がついてるのでそんなに不満じゃないですね。まあ1個100円なんで値段を考えてもこんなもんでしょう。しかし焼きそばが相当味が濃いので、だからこれの口コミ味が濃いじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。一口食べて焼きそばがなかった。開けてみたら焼きそばがちょっとしかなくてびっくりしました。これですね。僕は一口目で焼きそばに届きました。そして口コミを書いた方の一口はこの辺だったんでしょうね。だからこちらの商品、大きなお口で食べたら問題なしですね。続いてこちら、ホワイトデニッシュショコラ。めちゃめちゃ定番品なんですけどもね。いただきます。生地がいいですね。柔らかくてパイを食べてるみたいで、中のチョコは相当甘く作られてます。チョコレートパンのチョコなんてガンガンに甘い方がいいに決まってるんでね。まあおそらくこれの口コミは甘すぎるですね。はい、口コミ見てみましょう。生地にパサつき感があるのが残念。言うなれば大きなパイの実のような味わい。デニッシュ生地に板チョコを挟み込んだパンなのですが、生地の柔らかさに板チョコの硬さがバランスを損ねているように感じました。チョコが硬いと書かれてるんですが、僕やわやわなんですね。これ板チョコだったんですか。おそらく放置してたら溶けちゃいました。だからこれ寝かしてたら美味しくなっちゃいましたですね。続きましてこちら、バニラヨーグルトクリーム蒸しパンのとろ。バニラヨーグルトとコラボしたんだ。あー、うまいっすね。僕このバニラヨーグルトはヨーグルトの中で一番好きなんですけど、正直言ってこのバニラヨーグルト感はないですね。ヨーグルト風味のプリンですね。結果的に美味しいデザートにはなってます。これの口コミ、バニラヨーグルトじゃねえじゃんですね。はい、口コミ見てみましょう。バニラヨーグルトではない。よし、開封すると何やら苦手な香りが。生地の味はちょっとカルピスっぽい風味。確かにバニラヨーグルトっぽさを出したいのはわかるけど、やっぱりカルピスっぽい乳酸菌飲料フレーバーが苦手な私にはイマイチでした。なるほど、だから僕乳酸菌飲料大好きなんでね、ピルクルとか、だから美味しいデザートですっていう感想になったんですね。カルピスと言われたら、まあ言われてみればって感じはしますけどね。なのでこちらは口コミ通りということで、こちら乳酸菌飲料味のデザートですね。続きましてガツンとみかん風味タルト。いやー、ぐっちゃぐちゃ。いただきます。美味しいなこれ。タルトなんですけど、みかんの味がしっかりしててすっきり食べられます。重くない。これ美味しいじゃないですか。ヒューガナツっていうのは宮崎でやってますっけ。あのヒューガナツを使ったお土産のケーキですとか、お土産のフィナンシェですとか、ああいうのと同じような味してますね。これはめちゃめちゃ褒め言葉ですよ。山崎が作ってスーパーに並んでいるデザートがお土産のお菓子レベルで美味しいということですね。で、これの悪い口コミ、ボロボロになって食べづらいとかじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。硬いクッキーみたいな生地にババロアみたいなみかんムースが乗っているせいで、買ってきた時点でみかんムースが生地からずれていました。生地とムースが合わなすぎて別々で食べましたが、はっきり言ってこれはないです。大外れです。生地とムースがずれていたってのどういうことですか。この口コミ、味の感想は特に書かれていないんで、とにかくこの生地とムースがずれて別々に食べなきゃいけなくなったことにめちゃめちゃ腹が立ってるんですね。それで星一つですね。まあでもこの系統のタルトって柔らかいもんですからね。パブロで買ったタルトとかってもっと柔らかいじゃないですか。まとめます。こちらの商品、お土産のお菓子レベルにみかん味ですね。続きまして、クリームたっぷり生どら焼き。はい、いただきます。おー、あんまー。やっぱホイップクリームとあんこのダブルパンチ強烈やね。甘さ強烈。生地もちもち、あんこ甘々、ホイップクリームギトギト、そんな感じですね。どら焼きをさらにシロップ漬けしたような感じですね。これの口コミ甘すぎるとかじゃないですか。はい、口コミ見てみましょう。これはどら焼きなの？まさかのあんこなしどら焼きでした。本当にクリームだけのどら焼きはどら焼きを名乗るべきではないです。クリームもほぼほぼ油脂だし、周りの生地もベタベタで何が何だかわかりませんでした。なんか間違えて違うもの食べてないですか、この人。僕割って見せましたね。皆さんに見せましたね。あんこ入ってましたね。入ってましたね。なんか製造ミスじゃないですか、それ。なのでこちらの商品ね、あんこ入ってるから安心して。続いてカレーパン。定番ですね。
あ、美味しいですね。ちょっとレンジでチンしたらもっと美味しいんですよね、これ。このカレールーのねっとりした感じがよく研究されてる山崎、さすがですね。いつまでも変わらず作ってほしいものです。で、これの口コミですか。ちょっとパサパサしてるじゃないですか。口コミ見てみましょう。温めて食べたかったな。高校で初の友達できたと思ったら、全然高校の曜日が被らなくて、まだ一度しか一緒にご飯食べれてない。ぼっちで失礼。昨日ドラッグストアに洗顔フォームを買いに行った時に、100円くらいでこのカレーパンを見つけた。食べる前から温めた方が絶対うまいんだよなって思いながら授業を受けてて、いざお昼休みに食べてみたらびっくり。予想通り温めた方が美味しい味してた。表面の衣みたいなのがパサパサで苦手だった。中のカレーはコンビニとかのカレーパンに似たありがちな、若干ねっちょりした食感のルーでした。星一つです。何これ、今僕は何を言わされてた。要約するとこれ、温めた方が美味しい、生地がパサパサ、ルーがねっちょりしてるですね。生地パサパサ、カレールーねっとり、これ温めれば全て解決すると思います。続きまして、ナイススティック。ナイススティックうまいっすよね。で、謎クリームの正体はおそらくマーガリンと砂糖の塊。素朴なんですけど、人をダメにする極悪の味もしてますからね。めちゃめちゃ美味しいけど、ハマってしまったら体壊しますよっていう味ですね。ストゼロみたいだな。だからこれの口コミ、クリームギトギト体に悪すぎるですね。はい、口コミ見てみましょう。半透明のクリームが油っぽくて美味しいものではない。パンもキメが粗いもので、どうにもチープさが好きになれませんでした。クリームがこってりしてるは正解ですね。チープって嫌な言葉っすね。素朴って言い換えてもらえません？なのでこちら、素朴で美味しくてドハマりしちゃいそうなパンですけども、ハマると後が怖いよ。パン界のストゼロ。続きましてこちら、ランチパックハム&マヨネーズ。ハム&マヨネーズ、なんか準レギュラーみたいなイメージですね。いただきます。思ったよりはマヨネーズが控えめですね。僕はもうちょっとマヨネーズダクダクに入れてもらったら嬉しいですね。これの口コミだからマヨネーズが足りない、味が薄い。これでどうでしょう。はい、口コミ見てみましょう。トップには劣る。私が好きなランチパックツナマヨ卵と比べるとイマイチです。特にハムがなくてもいいかなってくらいイマイチです。ハムいらないんですか。ランチパックマヨネーズですよ。じゃあランチパックのツナ卵には劣るというね、これはもう無視していいと思いますね。他と比べて良し悪しを決めつけてしまうのは良くないですからね。ただこのランチパックハム&マヨネーズの雑魚感はちょっとすごいんですよ。このパンの中に薄いハムが1枚と薄いマヨネーズがピターと塗ってあって完成っていう。なのでこちら、家で適当に作ったやつと同じ味。以上、評判の悪い山崎のパン8種類食べていったんですけれども、その中でもこれ美味しいなって思ったのはガツンとみかんのタルトですね。しっかりしたみかん味が好きな方ぜひ食べてみてください。そして今回食べた中でマジで買っちゃダメだろうって思ったのは、バニラヨーグルトの蒸しパンプリンですね。バニラヨーグルトではございませんでした。一バニラヨーグルトファンから言わせていただくと、適当に作るな。ということで皆さん、今回もぜひ参考にしてみてください。目と目で通じ合う、通じ合う、通じ合う、目と目で通じ合う、通じ合う、通じ合う。